それ、周りの反応を見て言えるわけ？本当にすごかったよ、綾野コーチ君。それじゃ説明できないわね。嘘つき。あなたが最初からあの感じで走っていれば、状況は違ったのに。でも私は、この体育祭で一回り成長させてもらえた気がするの。このクラスは強くなるわ。そして必ず、上のクラスに行く。今日はありがとう。